大井川鉄道千頭駅からバスに乗り換えて40分、ここは大井川の源流に近い寸又峡。宿に荷物を置き、早速2人でカメラを下げ、山深いハイキングコースに分け入りました。グリーンシャワーロードと名付けられたこのコースは、自然豊かな1周 3km のハイキングコースで、山々に響き渡る野鳥のさえずりと渓流の水音は美しいハーモニーを奏でています。トンネルを抜けると眼下に長さ90メートル、高さ8メートルの夢の吊り橋が現れました。狭い山道を下ると、そこは吊り橋の入り口。やはり下を見ると足がすくみます。手すりをつかみながら一歩一歩ゆっくりと、なんとか渡りきることができました。再び山道を登り、今渡ってきた吊り橋が眼下に展望できる場所で一服です。はあ、はあ、渡った、うん、来ましたね、うん、ご気分は。そうかい。斜面に流れる岩清水と野鳥のさえずりが心地よく疲れを癒してくれます。大自然に抱かれた2時間のハイキングコースも、この外森神社で終わりとなりました。